先ほどのステップではページ内のテキストに対して文字あるいは段落の書式設定を設定しました。インデザインで行う作業では大量のページによるドキュメントを作成することが多いでしょう。そのため一箇所ごとに設定作業を繰り返すのは大変非効率です。そこで スタイル機能を利用します。まず、段落スタイルがどういうものか見ていきましょう。段落スタイルパネルを開きます。こちらには、あらかじめ数種類の段落スタイルを用意しておきました。こちらの文字を選びます。 段落スタイルパネルを確認するとこちらの文字が特集タイトルというスタイルで適用されていることがわかりますページを移動しますこちらの文字に特集タイトルというスタイルを適用してみましょう文字を選択して段落スタイルパネルから 特集タイトルを選択します。一瞬で特集タイトルのスタイルが適用されました。タイトルを段落スタイルパネルからまとめてゴシック体に変更してみましょう。段落スタイルパネルから特集タイトルをダブルクリックします。 段落スタイルの編集ダイアログが表示されました。結果を見ながら作業できるよう、プレビューにチェックを入れます。基本文字形式を選択します。フォントを小塚ゴシックにします。プレビューにチェックを入れたので、タイトルがゴシック体になっていることがわかります。 OK をクリックします。タイトルの書体をスタイルの機能で一括して変更することができました。このように段落スタイルの機能を使うと書式の設定や変更が簡単に行うことができます。ここではショートカットキーで元の民調体に戻します。 Windows ならコントロールキーを。Mac ならコマンドキーを押しながら Z キーを押します。段落スタイルパネルの基本段落について確認します。基本段落は新規ドキュメントでデフォルトで設定されている段落スタイルです。このスタイルは 編集することはできますが、名前を変更したり削除することはできません。基本段落スタイルが選ばれた状態でテキストフレームを作成し、適当にテキストを入力してみます。テキストには基本段落スタイルが適用されています。 基本段落スタイルは民調体の左揃えであることがわかります。リード文を選択します。段落スタイルパネルを確認します。基本段落にプラスマークがついています。こちらは 段落スタイルを適用したテキストにそのスタイルではない書式設定が含まれているということを示しています。この状態をオーバーライドと呼びます。オーバーライドのない状態にするにはパネルメニューからオーバーライドを消去を選択します。スタイル名からはプラスマークがなくなりました。 リード文は基本段落スタイルの書式設定の通り、民調体の左揃えになりました。ショートカットキーで操作を元に戻します。現在、リード文は基本段落にオーバーライドしている状態ということがわかりました。では、 リード文用の新しい段落スタイルを作成しましょう。リード文が選ばれている状態で Windows なら Alt キーを、Mac なら Option キーを押しながら段落パネルの新規スタイルを作成をクリックします。新規段落スタイルダイアログが開きました。スタイル名を変更します。 選択範囲にスタイルを適用にチェックを入れます。OK をクリックします。リードスタイルを新たに作成することができました。こちらの文にリードスタイルを適用してみましょう。文を選択して段落パネルのリードスタイルをクリックします。 リードの段落スタイルが適用されました。こちらの文は削除します。なお、段落スタイルですが、このようにテキストフレーム全体を選んで適用することもできますが、段落内にカーソルがあれば、その段落のみスタイルを適用させることもできます。テキストツールに切り替えます。 段落スタイルを変更したい段落内をクリックします。別の段落スタイルを選んでみます。任意の段落のみ変更することができました。ショートカットキーで操作を元に戻します。